さあそれではタイトルに戻ってきて秘密のモード、日刊謎通信くんはロードを終わらせまして、なかなかの数、まあこれはあれだ、一作前と同じで、1,2,3,4,5×4 の20個のパズルをそれぞれ19面、まあ、20個あったとしたら約400台になるから、まあ、それぐらいかな、あるのかな、あー20、これはある。19のやつと20のやつの違いがわからない。まあまあまあ 20×20 で約400個、19のもあるね。これは前と同じでね、難易度1,3,5ぐらいをね、一つずつクリアしてみましょうかみたいな感じでやってみようかな。まあ謎のダウンロードはできていますので、謎辞典、140、150、ね、OK で挑戦状一旦置いといて、シークレットファイル、ね、キャラクターファイル、 2D キャラクター、うん、はい、ということで、でレイトン、ルーク、レミ、ね、気になる人は止めつつ、おっとネタバレしてる、ネタバレ先に見たらまずいんじゃないこれ。レイトンを裏切る、ね、もう旅立っちゃった。サーハイマン、かつては妻子もいたらしい、名前ないのにレイトンに名前あげちゃったからね。アーリア、割とネタバレ。デスコール、サーハイマンが善の姿ならばこちらは悪の姿であったという、変装してただけだろ。でブロネフ、でレイモンド、優秀だったよねレイモンド、前の作品に出てきたっけ。ローラン、ルシール、謎オーバーほぼ出てこなかったね今回。キートは、役立たずでした謎一つもキープしてくれませんでしたからね、このキート君。まあしょうがないね、人間の話す言葉もある程度は理解しているらしい。お、アルダスさん、プリマ、おしゃれもしてたね、可愛い子ですね。ハラーケさんね、ハラーケさんはね、あの名前間違える系キャラだからね、ぶっちゃけ現実で名前間違える系のキャラがいたら、ね、そいつに好感度なんかねえよね。いや、トレイシー、素手でクマを倒したことがあるんだって、強い。ママンズさん、ハラーケさんのね、奥さんですね。おお、ゲオルクさん、足細っルパンのキャラがよ。お、タッコーさん頑張ってたね、さらわれてたけど。スザンヌ、スザンナ、ママンヌさんののみね、どこにいたっけってキャラ時々いるよね。あ、こいつ飛び込もうとしてたやつか。リス、すげえ出っ歯だ。ソニア、一人前のレディになって形から入ってしまった女の子。ムールさん、あらかわいい、ドリスの妹、魚みたいな顔してる、ウォッポイさん、ね、なんていうかこの足の細さと足がさ、魚の尻尾のあそことヒレみたいになっちゃってる、尾びれみたい。クーガー、ストレイトクーガー、違う人です魚に似たウオッポイを湖からやってきた人魚だと信じている。あ、ドリスさん、豆腐みたいな、じゃプリンみたいな顔してんな、豆腐、豆腐ではない。お、デルモンと、お、デルモナ学長だ。そしてルーク親父、ルークママン、ルークの親父ってどっかで視聴してなかったっけ任期終わったのかな、ルークのママン、ルークにだね、
そしてハンナさんはグロスキー警部のストーカーからね、ブルーマイルのストーカーに変わったっぽいですね。アーメリーさんと、ね、チェルミー警部の奥さんですね。チェルミー警部、結局今回も出会いませんでした。ポリス3ページ目あるね。まだまだ今回ね、いろんなとこ行ったからキャラ多いね。あー、しめじキノコ、キノコいっぱい来るよ。しめじ、エリンギで、人よ、あれ人よだっけ、人よ、人よに人見ごろ、父だっけ、月よ、女の子は何々よって名前なのか、えのき、えのきくんね。こいつはまあ愛称天がですね、しょうがない。え、あみがさ、人よとかね、月よ、兄弟、人よの鍋友だね、他人だな。あ、ごどくさん、キノコ、キノコ終了だ。ごどくさんもいい人だったね。ベンルパンが刑務所に捕まった時こんな服着てるよね。ウサオくん、ミランダさん、トモ、これなんか途中のストーリーがつながってたよね。バーバレラ、チケットないっすけど止めてくれませんかね赤と青と、あのね、赤と青となんだか緑か、夢のような部屋っていうよもう一生集めれそうにないんだよ。さあさあさあ、これはもうあそこか、レッドウルフのところか。ガーネット、イーストウッド、早打ちの出前、犬のワン、はい、レッドウルフちゃん、でっかくなりすぎて首輪が詰まるっていうのは現実でもありえるんで、本当にちょっとね、ペットとして子犬から飼ってる人は時々でいいから首輪をチェックしてあげてください。レンジャー、お、カービンさん、ロビー、この二人は結婚してたんですね。ジュリアか、嫁さんは。パンを食べすぎて太ってしまった。ボクシーさん、未だに見込んであることを思い悩んでいる。ピート、ね、ヤギの毛虫って鼻かむ子だ。お、毛刈りの時期になると羊たちが彼の前に列を作り出すという。はよはよ、ね、あのね、羊の毛刈りって結構バリカン使ってね、羊の体、肌まで血まみれだったりするよね、羊。まあそんな綺麗に飼ってたら多分時間いくらあっても足りないんだと思うけど。アロム、アムロじゃないです、アロムです。ヤギのチーズは圧倒的な人気を誇る。お、ブリジットおばちゃん、友人の花嫁、ドラゴンクエスト8かな、ちょっと違うか。お、ロクスくん、美形キャラ、でももう未来の嫁さん決まってるからね。ロックスのママですね。イッチ、千住、千住ピンチだ。お前の親父の謎パクリだったぞ確か。つくもです。ファッションはひどかったね。トウヤ、市長については半信半疑だったらしい。大鳥、割と喋ってんじゃない、ルークが、ね、考えてることっていうか喋ってる声が分かるだけだよね。不死鳥のモデルは自分である、ね、ロビン、そしてスワロー、こいつキノコ村出身か、なんかそういう裏ストーリーなかったっけ。レイブ、バンティン、あ、これ見張りのやつか。
そしてターミガン、これからのタージェント頑張ってください。一周した。 3D キャラクターは解説文は同じかな。同じやね。じゃあちょっとささっと 3D モデルのチェックだけ。モデルも合わせないんだね。こいつ動くぞ。ちゃんと全キャラ 3D モデル作られてるんだね。動くっていいよね。でも正直 2DA の方が綺麗は綺麗だよね。しょうがないね。おお、プリンの。大体動きが同じなんだよね。あの喋りながら手をちょっと振るっていう。いやーしめじ言いたくなるね。だいたいさ、あのインターネットニュースでさ、インタビューするとみんなろくろを回し出すから、そんな感じなんだろうね。ラーメン屋の店主の写真撮るとみんな腕組むからね。それなんか決まったポーズみたいなのがあるんだろうね。いやー、しっかりとね 3D モデリングが作られておりますね。天狗じゃ、天狗の仕業じゃ。モフモフ、でかい。ポケモンにいそうだよね、レッドウルフ。めー、ロクスは正統派イケメンですね。ぶっちゃけそのまんま稲妻イレブンに出ててもおかしくないキャラだ。ハータボーダジョーって言ってそう。アホーアホー。はいっと、アートファイル。こいつ動くぞ。これって見たやつだけかな。ゴリア帝かな、うん、みんな思ったと思うけど、ぶっちゃけ今回のストーリーラピュタ見てんのかなと思ってました。おそらく多くの人が思ったことでしょう。ラピュタかな。村長の宝物はエッグじゃ。祭りは楽しいの。ポポンチョポポンチョポポンチョってなんやねん。あの時は良かった。別に親父とおかん亡くなったみたいな話はなかったけど。レッドウルフは可愛いの。目覚めた大人たち。ほんとキノコって毒多いんで気をつけようね。翼竜ハングライダーはそうはならんやろって思った。たどり着いた真実。あー、襲われる。おー、この辺ネタバレやな。アスラントのエイだ。ラピュタだ、ラピュタ。アスラント通り7人の賢者たちによって封じられた。7人の賢者って誰だよっていう。なんか出た。スノーラ、コハンベール、ノースレント通り、倒木の渡り橋、
マルチノリゾート。ここは、レッドウルフのとこやな。マリードールの街。不死肖像の広場。ゴッドガイ。そして、アスランドの神殿の中枢部ですね。この光に当たると死ぬ。音楽。なるほど。これタイトルやね。まあすごく聴く曲ですよ。これだいぶ初めの方のムービーで流れただけのやつか。じゃあ覚えてないわ。悲しいんだよね、レイトンの曲って。なんかこれはね、これまでのあらすじ。これなかなかジャングルっぽい曲だよね。ムービーって言われてもどこのムービーだよ。不安になるわ。これは西部劇っぽいよね。謎と謎Q がさ、ここだっけ。ロンドン3。あー、これ昔のレイトも思い出すな。基本的に曲はね、全部いいんだけどね、なんかちょっと怖い曲が多いよね、レイトンは。聴いてると不安になってくる曲が多いんだよ。ゴッドガイ。これデスコールのテーマなのか。ああ。トゥートゥートゥー。これやな、レイトンつったら。教授のカバンのミニゲームたちだね。これちょっとね、ダメですね。これはダメです。聞いてはいけない。声あんまりないんだよね、レイトン。そんなバカな。解くんだ、私たちと一緒にアスラントの謎を。私は記憶の奥に真実を閉じ込めてきたのか。エルシャールというもろネタバレやないか。であること申し訳ないが、私の名はエルシャール・レイトン。私にエンディングあたりで聞いたからな。真の名前なんか言ってたよね。全然覚えてないけど。この私がありきたりの依頼を引き受けると思うかい。すごい豪華ですね。まるで船の中みたいです。これどこのセリフだっけ。お前の正体はネタバレ。ハイマン博士だったのか。逆じゃね。これ逆じゃね。サーハイマン博士の正体がデスコールだったのかじゃね。やりましょう先生。僕たちの手で。英国少年としては当然です。
先生が遺産相続騒動の解決を。なんでこのセリフ選んだんだ。連絡をくれたフォスター・サーハイマー博士は古代文明発掘の権威です。レミの人上手くなったよ一作目はね、俺人のこと言えないけど、つまり彼女はアスラントの鍵を握っている最後の人間かもしれないんですね。まあ人間じゃなかったけど。これは貸しですよ、グロスキー警部。教授、私にも協力させてください。どの口が。さようなら、レイトン教授。でもまあここでレミと別れないとね、不思議な街の時になんでおらんかったってなっちゃうからしょうがないんやけどね。今こそ我が文明の英知を伝えましょう。おうダメです、その謎を解いてはダメ。まあ今のはわざとかな、うん、これを使えばより豊かな暮らしができるようになることでしょう。さあ受け取ってください。いらないって言われたけど。日本語で OK。 いつか私も人間として生まれ変わりたいと思います。素晴らしいあなたたちのような人間に。君にはぜひ会ってみたかったんだよ、噂に聞くレイトン教授にね。急速発進だ、奴らを逃がすわけにはいかない。研究者として当然だよ、アスラントの謎は私が解く。そうか、ならば行こうか私たちの新しい旅に。レイトンたち気づかなかったんだねこれ、うん、研究者として当然だよ、アスラントの謎は私が解く。これ同じやなこの私の手で気づかんかったか。そうか、デスコールの正体に気づかんかったか。うん、私はブルネフライネル、お前と同じ考古学者だ。消えてもらう、私の邪魔をする者にはな。この程度で私は止められん。私は考古学者として最高の結果を得るためにここまで歩んできたのだ。すまなかったなレパー。あ、名前なんだったっけなって思った。お前の本当の名だレイトンは苗字だからね、レパードレイトンですね。すまなかったな。ところで皆さんお揃いのようですが、私に何か用があったのでは。犯人はお前だ。ふう、いい運動になったぜ。お好きなところへ行けばよいのです、どこへでもお供いたします、旦那様のお心のままに。トピタさんに聞こえるけどね、どうだっけ。強く生きていくんだ。あ、子供の頃だ。今日からお前の名はエルシャール・レイトンだ。取説がねえんだよな、 DL 版だから。僕は兄ちゃんと一緒じゃなきゃやだ。さすがにこれだけで誰かはわからねえ。さあ、ムービー君、これは一度見たやつだね、うん、一度見たやつですね。本編でお楽しみください。こんだけムービーあったんやね。で、隠し扉と。